特化塾の久保です。仮想通貨で一発当てたい皆さん、お楽しみでございます。最近ね、私が話題に出している白債、これ実はね、2週間前までは私自身知らなかった暗号通貨なんですけども、この白債の呼吸のような上下運動は使えるなと思ったんですよ。で、先日この白債を紹介する動画を撮ったら、私のね、速稼塾の塾生さんの何名かが白債を購入したらしいんですよ。で、購入した翌日にボーンと10倍になってね、で、儲かっちゃったみたいな話があったと思うんですけども、また来ました。今日、2月9日ですけども、現在の白債の価格、またですね、0.015 円ぐらいになりましたね。ご覧ください。この1週間なんですけども、赤いところで指し示しますね。今回これです。前回はここです。で、私の購入の、リズムっていうのがね、この辺りで、この辺りから下だったら買って、これより上だったら売ってみたいなところでいいのかなと思いましたけども、ちょっと修正しましょうか。ここら辺でやりましょうか。 0.01 円を下回ったら買いで、で 0.01 円を上回ったら売りでいいんじゃないかなと思うんですよね。なんせね、この本当に数倍っていう価格がガンガン変わりますんで、で、もともとこれね、今の価格もすごくね、ディスカウントなんですよ。以前もっともっと値段がついて 0.1 円とか 0.2 円だったんで、今ね、それから比べると9割安なんですよ。だからこういう風に一旦ボーンと突き上げたのが 90% とか 100% とか価格をぐっと下げてね、当時例えば1000円だったものが今100円とか10円の捨て値になっちゃったみたいな、これを仕込むんですよ。で、そうするとなんかの拍子にポンとね、上がった時に利益が確定できるところがありますんでね、詳細はもうお話今回はしませんけども、呼吸のようにね、このプライスを割ったら買う、上回ったら売るってことを繰り返してやっていけばいいんじゃないかなと。その中でもこの白債ってのはね、ボラティリティが結構ありますんで、狙い目だというお話でございました。それじゃあ、おめでとうございます。また儲かっちゃいましたね。